白 T って一言で言っても全然違うじゃないですか。クタクタなのどれなるかなとか、あと透けやすいのどれかなとかっていうのを見ていきたいんですけども、日本国民全員買ってほしいっていうぐらいもう完璧なんですよ。はい、本日ですね、こちらにずらっと並んだ14種類の白 T をね、とにかく着ていきたいなと思いますので、行きましょうということなんですけども、こちらがですね、日本のブランドからファストブランドからパックティーからバーっと並べております。で、海外のやつも一応あるっちゃあるんですけども、白 T って一言で言っても全然違うじゃないですか。だからそういうのをね、一緒に皆さんと一緒に見ていこうじゃないかというところなんですけど、白 T だけにフォーカスさせちゃうとちょっとわからないと思うので、どうせ白 T って言ったらこう黒パンで履くっていうのもいいんですけど、こういう反り待ちタイプっていうんですか、ビーチボーイズスタイルで履いて長ズボンが似合うタイプの白 T と、あとショーツが似合う白 T っていうのもあるじゃないですか。例えばこういうちょっとゆったりしてるやつって、長ズボン履くよりも長ズボンっていうのがあってんのかわからないけど、でショーツ履いた方がなんかしっくりくるじゃないですか。でそんなんとかもこう見ながらね、お話していきたいなと思います。ではまずはビーチボーイズスタイルに、着替えましょう。はい、まあこんな感じで、着替えてきました。僕あんまりこういうの履かへんからちょっと違和感あるかもしれないですけど、これからね着用していくやつとかは全て下にリンク貼ってますので、気になる方は見てみてください。ちなみに身長とサイズだけ言っとくと、身長がですね178センチで、西島敏明、赤西仁、そのあたりと同じ身長になっています。体重は今現在68キロになっておりますので、ちょっとダイエットを頑張っております。とりあえずブルージーンズに白 T 着てサングラスかけて、これでも反り待ちになるしかないんですよ僕らはね。で反り待ちになっていこうっていう話なんですけども、ではじゃあ見ていきましょう。これ面白いのがカラー変えるだけで全然違うっていうのもあるんですよ。だから白 T としてはちょっと微妙やけど、違うカラーやったらこれめっちゃいいですよっていうのもあったりするので、そんなもちょっとお伝えはしていくんですけど、まず一番最初っていうのが、イギリスの肌着メーカーが出しているサンスペルっていう白 T ですね。でこれに関しても色違いがあるので、その色違いを買ってほしいんですけど、白はやめた方がいい。なんでかちょっと今から来ますね。形はねすごいいいじゃないですか。お、反り待ちスタイルなってるやんと思うんですけど、結構薄いんですよ。なので後でも言おうと思ってるんですけど、透けるんですよね。めちゃくちゃ透けるんですよ。色違いでね、僕オレンジとかグレーとか持ってるんですよ。でそれはもう全く透けへん。だからカラーの方がおすすめなんですけど、一応これ白 T もあって、もともと肌着、イギリスの肌着メーカーって言ったらサンスペル、日本で言ったら後で出ますけどヘインズになると思うんですけど、まあ、日本アメリカやけどね、これアメリカやけど、日本人にこう馴染みのあんまり深くないと思うんですけど、サンスペルっていう T シャツになってます。でまあ値段とか品番とかこっち横に書いてる通り、まあ、白 T にしてはなかなかいい値段かなと思うんですけども、これが一番高いかな。いやまた高いのあるな。で安いのは安いので1000円ぐらいのやつもあったりするんですけど、次に行きましょうか。で次がこのイギリスの綺麗な感じとは違って、打って変わってアメリカになります。だからちょっとカジュアルな感じになりますけども、こちらグランドハンドっていう、T シャツになっております。これでもパック T なんですけどもね、ちょっとアメカジっぽい感じかな。やっぱりね、同じ白 T でもやっぱ袖の長さとかね、ちょっと変わってきますね。でさっきのやつに比べると生地感とかはそんなに薄くないので、あんまり透けてはこうへんかなと思うんですけども、まあでもこれはさっきより形はちょっと微妙ですね。形はさっきの方がかっこよかったけども、まあこういうのなんか袖まくってね、パッて着るっていうのも全然ありかなと思うんですけど、袖まくってみましょうか。白 T ってね、思いません？うわっと袖が1センチこれ短かったらめっちゃええのになとかって思う時ってないですか？あと丈が例えばとか、身幅がもうちょっとだけ短かったらとかって思う時めっちゃあるんやけども、皆さんないです？もう結構昔からあるんですよ。大学ぐらいの時、うわこれもうちょっとこうやったらなとかって思ったりするんだけど、確かに袖まくっている方がすっきり着れてますね。はい、こんな感じになっております。でこれはね2枚入りになってるんで、1枚あたりの値段は比較的安いんかなと思うんですけど、2枚入りでパックティーということになっておりました。で次がですね、これはパックティーではないかな。あ、これパックティーですね。1枚入りの大人気、これがねヘインズの白っていうタイプの T シャツなんですけど、まあこれはこれで全然まあ悪くはないんやけど、こういうちょっとゆったりしてるやつほどショーツの方が合うんですよね。ちょっと一回ショーツに履き替えてみましょうか。あ、なんかまあこっちの方がなんか良さそうですね。ショーツの方がね、こういう感じのちょっとゆったり気味で行くんやったら、もうショーツで行っちゃえっていう感じでもありかな。で手羽のサンダル履いてね、いいかなと思います。でこれも袖まくれば反り待ちにならんことないかもしれんけども、これは結構生地もわりかししっかりしてますね。後でねクタクタなんどれなるかなとか、あと透けやすいのどれかなとかっていうのを見ていきたいんですけども、袖まくるとまあまだいいけど、これもそうじゃないですか。このワンリブ短かったらなと思うんやけど、ちょっと見てもらった感じ、ちょっと黄色っぽい感じでしょ。これ着なってる感じ若干あるんですよね。でまあ風合いはちょっと柔らかい感じの風合いですかね。そして次がスクリーンスタートベスト、これなんかあれですよね、もうまさにショーツの方が似合うって感じですね。ちょっとゆったりしてるから、ショーツの方が合うでしょうけども、一回後でこれでショーツじゃないバージョンも着ましょうか。この袖っ側にワンポイントタグがねついてますけども、 T シャツ着た時にね、これ気になりません？
ここの、洗濯タグ、これが柔らかいやつやったらまだいいんやけど、これちょっと硬いんですよ。で、硬いから当たると気になるっていう感じで、これひっくり返した時にこの体に沿うところに当たってるやつ、あれめちゃくちゃ気になるから僕すぐ切るんですけど、これはね、そんなに当たりはせんけど、当たるとちょっと気になるなっていう感じですかね。で、このタイプで、反り待ちになるかどうか見てみましょうか。残念ながら反り待ちにはならなかったですね。なんか上と下が違う。これ入れたらどうなんの？ジェームス・ディーンではなくてオタクになってしまいましたね。オタクの雰囲気になってしまいましたけど、ちょっと次に行きましょう。次がですね、ポロクラブっていう、まあ、これも有名なやつですよね。結構値段が安くて、で、しかも真っ白なんですよ。まあ、見てもらったら分かる通り、こっちはきなりっぽい感じだけど、真っ白結けね。はい。で、これポロクラブなんですけども、すごい着心地がこの洗いざらし感になる。こう、くしゃっと洗ったような感じのガシガシ感というか、それがめちゃくちゃ肌に感じるような、着心地としては、まあ、あんまり良くないっていうところがね、正直な感想かなと思います。まあ、見てる風合い的にもちょっとボコボコしたような感じで、洗いざらしな感じがあるかなと思うんですけど、裏の方を見てもこんな感じなんですけど、日焼けとかした後に着ると多分痛いやつですね。多分前半のこの4つぐらいがすごい滑らかな生地感やったんですよ。だから着てる感じも着心地もふわっとした感じだったけど、これは結構ガシガシした感じの生地感ですね。まあ好みあると思うんですけども、反り待ちにはなりませんでした。で、次いきますね。はい。では見ていただきましょう。こちら無印の T シャツですね。絶望的に似合っておりません。何これ？この感じ。これ顔隠しちゃいけんの？顔隠しても似合ってないね。やっぱ体型的にこういうのが似合わんねやろな。で、長ズボンやが余計似合わへんから、ここでショーツにすると少しマシかな。はい。まあ、どっちにしても似合ってないけど、まだこっちの方がマシかな。僕とかね、もそうなんですけどね、体型って3種類あるんですよ。必ずあなたもどれかなんですけど、ストレート、ナチュラル、ウェーブってあるんですけど、僕はウェーブっていうタイプで、ウェーブのタイプの人はよりスッキリした感じ、ジャストで着た方がかっこいいんですけども、ナチュラルとかの人はゆったり着るのがかっこいいので、多分これナチュラル向けの感じっていうか、芸能人とかで言ったら、香取慎吾さんとかそういう感じの人らがね、似合うんですけど、特に半袖とか夏になってきたら体型がもろいんでるから、この自分の体格を分かっておけば、変なね、チョイスしないと思うんですけど、まあ、もし僕知らんとね、これもうマジで着ようと思ってね、よっしゃーって買って着てったら、なんか変やなって多分言われてると思いますけど、いや、でもこれええやつやでって、ええやつで買ったんやでってなるけど、まあ自分に似合ってへんかったらええやつでも何でもあかんじゃないですか。だから、まあこれは、まあこの感じで着るのがギリかな。まあ似合う人は多分似合うと思うんですけど、僕はちょっと似合わないですね。そして次、これもね、カラーによっていいですよって話なんですけど、ちょっと来ましょう。はい、次はね、ユニクロなんですけど、これスーピマコットンなんですね。逆にこれ上がタイトやから、下ショーツにするとちょっと違和感あるんで、反り待ちスタイルにちょっと戻しますね。まずはジェームス・ディーンスタイルって言いますか、まあ、1970年代のね、アメリカの俳優さんみたいなスタイルでちょっとやってみましたけど、バックトゥザフューチャーを思い出しますね。で、これを出すと、ビーチボーイズとかになりますので、これでビーチボーイズスタイルなんですけど、そもそも僕が白の T シャツがあんま似合わへんっていうことなんで、ちょっとまあ、カラー違いのやつを一回着てみたいなと思います。全く同じ、ユニクロのスーピマコットンのグレーバージョンを着てみるんですけど、僕暗い色の方が得意なんで、ちょっとこれ見てくださいね。はい、と、まあ、このように、まあ、全く同じやつなんですけど、カラーが違うだけで雰囲気多分だいぶ違うと思うんですが、明るいのがね、得意な人はね、白で全然いいと思うんですけど、僕あんまり明るいの得意じゃないので、まあ、こういう風に、色違いもあったりするので、ユニクロの方はね、色違いで選ぶっていうのもありかなと思います。だってこれ1900円かなんかやけど、パッと見、思わへんじゃないですか。え、これ1900円なんてなるんやけども、逆に言うと1万円以上のやつもあったりしたし、1万円でも似合ってなかったら意味ないし、1000円でも似合ってたらそれでいいんですよ。で、そういう感じでいきたいなと思うんですけど、で、しかもこれスーピマやから、コットンなんですよね。で、そのコットンの話は今日はちょっとしないので、綿の話になっちゃうので、ちょっとそれ以下置いといて、次に、フルーツオブザルームっていうやつですね。で、これはちょっとゆったりめなので、日本人用に作られたやつですね。こうやってね、いっぱい着てたら思いますね。着心地がどれがいいとか、逆に落ちた時は、うわ、悪なったなってわかるけど、これは悪なってます。なんか、どう悪いんっていうと、生地が悪いとかそんなことよりも、パターンが、なんかこういう、なんていうの、平面的っていうか、この前と後ろをパチンって合わせただけっていうような感じなんで、なんかこう、着心地がちょっとこう、悪いんですよね。で、まあ、それはね、値段考えたら、確か1900円かなんかやから、まあ、そんな文句言うなって話しないけども、でもユニクロがさっきの同じぐらいの値段で、スーピマでもっといい生地使って、いいボディっていうか、そのちゃんとしたサイズ感で作ってるじゃないですか。だから、まあそういうとこ考えると、まあ値段じゃないんやなっていうね、本質を見ていかなきゃねえなと思うんですけども、これフルトオブザルームですね。まあこれもちょっとゆったりめっちゃゆったりめやから、それこそショーツとかの方がいいかもしれんけど、こういうの、もともとゆったりしてるのを袖まくってもなんか変じゃないですか。だいたい我らが師匠のね、木村拓哉さんもここまくってはるんやけども、まあ師匠がまくってる時はそれはいいですけども、まあ一般人がこうあんまりでも何十も何十もまくってたら、お前祭りかって言われるから、祭り、僕だんじりはやってないんです、なんていう話しやなかので、そういう話したくないって考えたら、まあこれぐらい、でいいんかなと思うんですけど、どうです？まあ個人的にはあんまりしっくりきてない感じはあるんですけど、次に来たなと思います。次がですね、これも似合わない感じだ。ちょっとゆったりしてる。人によったら似合うんですよ。めっちゃ似合うんやけど、僕は
似合わない。はい、まあこんな感じですすっごい似合ってないけど大丈夫。これ言ってもキャプテンサンシャインって日本のブランドでね、メイドインジャパンで作られてて、しかもスビンとスーピマを合わせてるってすごいいいやつ使ってるんですよ。お肉で言ったら神戸牛と松坂牛をもう足して作ったみたいな感じで、もういいやつといいやつを合わせてるっていう感じなんやけども、いいとか悪いとかじゃなくて、そもそも形が似合うか似合わへんかっていうところになると似合ってないよねっていう感じなんですけども、じゃあそのウェーブとかストレートとかそのナチュラルってどうやって分かるのっていうと、その手首の太さとか、あとこの首元とか、あと骨付きとか、そういうので分かるんですよ。だからそれで自分で診断して、まあ3つしかないから3つのうちのどれが一番近いかな。僕もウェーブの部分はあるけど若干ストレートの部分もあるんですよね。だからどっちかの要素はあるんですけど、確実にナチュラルの要素がないので、こういうゆったり系は全く似合わないんですよ。なのでまあこれは悪いとか全然そういう話じゃなくて、まあ似合う似合わへんっていう、白 T でもこんだけ違うんやっていうところですね。で次が出ました、泣く子も黙るジルサンダーでございます。あ、いいですね。今回の中で唯一オーガニックコットンが使われているのがこのジルサンダーのパックティーなんです。これパックティーなんですけど、本来ジルサンダーって入ってるじゃないですか、じゃなくてそういうタイプじゃないんですけど、3枚入りで多分7万とかぐらいするので、1枚あたりで考えても2万ちょっととかぐらいするんですけど、まあそれはオーガニックやからやっぱりちょっと風合いというか、こう滑らかやし、あと薄く作っても分厚く作っても柔らかいっていうところが、まあオーガニックの無農薬のコットンなんですけど、そういうのが使われてるという感じですね。まあこの辺はちょっとまあ鬼塚 T シャツっぽい感じですよね。これで1回ちょっとめくったらどう？ちょっとやりすぎか、こうちょっといかにも感出ますよね、腕出してますみたいな。まあこれはもうロールアップっていうかなしでいいか。でこれでちょっとウエストなんかキュッとこう絞っちゃって、こういう感じはどう？いい感じですか。そして次がですね、ホワイトビルやったっけな、これもパックティーですね。はい、まあこんな感じです。やっぱパックティーいけばやっぱ着心地いいですね。っていうのもやっぱ肌着としてやっぱ作られてるから、そもそも1枚で着た時の着心地がいい。でこっから上に羽織るっていう感じだと思うんですけども、まあ1枚で着た時もこんな感じですね。もうシルエットも全然綺麗な感じだし、ほんまジャストみたいな。ただちょっとよれそうやなっていう感じはあったりするので、まああくまで肌着な感じやなっていう感じですかね。で次が皆さん大好きヘインズのビーフィー T シャツっていう T シャツですね。これはねパックティーなんやけども、肌着っていうよりかはほんまの T シャツみたいな感じなんで、すごい着心地がいいっていう感じでもないし、じゃあ1枚で着て頑丈って言われたらそんな感じもないっていうか、こうよれそうな感じはあるんですけど、まあこれはね持ってある方多いと思うので、どっちかというと使い捨てな感じですかね。で次がグッドウェア、これも結構人気のやつかな。あ、US コットンがなんか使ってるようなやつだと思うんですけど、やっぱ丈夫感がちゃいますね。完全に肌着ではないっていう、もうちゃんと T シャツ1枚で着ることを考えられてるっていうようなね感じの T シャツです。でまあ近くで見ると分かるんですけど、結構クシャッとした感じの、まあ US コットンなんでボコボコした風合いといいますか、やっぱカジュアル感が強いっていうかね、これジーパンとかとは相性いいやろうけども、多分スラックスとかと着るってなったらちょっとまあどうなんかなっていうようなね、まあこの組み合わせは多分抜群に合うとは思うんですけど、ちょっと綺麗な要素ではないかもしれないですね。でこれはね何回か洗濯もしてると思うんですけど、洗濯してても全くよれとかはないですし、値段ちょっと何ぼか忘れたんですけど、まあ白 T1 枚無地で着るってなってちょっとカジュアルな感じ、もう汚れてもいいとか、こうジーパンとかデニムに合わせたいとかってなってきたらこれじゃないですか、ちょうどいいじゃないですか。まあ僕はあんまこのポケット好きじゃないんで、ポケットいらんかなとは思うんですけど、ポケットない方がよりシンプルでかっこいいじゃないですか。もう男は黙ってジーパンと白 T 合わせてどれが一番かっこいいかを競い合えと思うんですけども、そんなこと思いませんか。で次最後行きたいんですけど、次がねグッドオンですね。今のがグッドウェア、で次グッドオンってやつです。これ確かオッシュマンズさんにめちゃくちゃあったような気がするんですね。確か色違いもめっちゃあったと思うので、白以外もあったんじゃないかな。はい、まあ着てみました。いかがでしょうか。ちょっとサイズちっちゃめかもしれないですね。肩周りとかこのアームホールとかもちょっときつめ、全然折ったりはしてないんですけどきつめな感じするし、着丈もうちょっと短いかな、こう手上げたらちょっとおへそ見えるかなぐらいな感じなんで、少し短いような感じはしますかね。でこれもさっきのグッドウェアと比べたら似たような感じでボコボコしてて、まあデニムとかと合うよなっていうような感じなんですけど、よりもうちょっと薄いかもしれないです。だから真夏でくっそ暑くて、誰がこんな時に半袖着んねんで、もうタンクトップにしてくれ、裸にしてくれよっていう人なんかはグッドの方がいいかもしれない。でもうちょっとこうしっかり感が欲しいっていう人はグッドウェアの方がいいかもしれないので、そこに関してはもうほぼほぼそれぐらいの差しかないんちゃうかなと思いますね。ただこういうシワのあるやつってくしゃくしゃになるとみっともないんですよね。で清潔感がなくなるから奥さんとかに結構嫌がられるんちゃうかなっていうので、 US コットン系は全部そうなんですけど、少しやっぱり風合いが出るのはいいんですけど、風合いが出るがゆえにどうしてもこう女性があんまり好きじゃないっていうか、こう清潔感がちょっと薄れちゃうっていうところがね難しいんかなと思います。同じ白 T って言っても、最初に紹介したようなこのサンスペルみたいなこうつるんとした柔らかい感じっていうか、こう綺麗な感じとかっていうとジーパンでもちろん合わせるのもいけるし、例えばこういう黒のねスラックスで合わすのもいけるし、こういったグレーのパンツでもいけるし、あとデニムのスラックスとかで合わすのも全然いけるかなと思うので、結構まあこっちの方が幅は広いですけど、まああとは何を使うかですわ。でじゃあ次はね、つけないかどうかっていうのを見ていきたいなと思います。
それぞれの生地の厚みをねパッと見ていきたいなと思いますので見ていきましょう。ではまずサンスペルからいきます。はい、0.113 ではグランドハンドは 0.215、 やっぱ倍ぐらい分厚いですね。分厚いでもそんな分厚くないけど。で次がヘインズの白ね 0.243、 まあまあまあそんなもんでしょうね。同じような感じですわ、着てる感じも。そして次がスクリーンなんとかっていうとこ 0.246、 ちょっとこっちの方がボコボコしてる風合いっていうか、ネップとかもあるでしょ、ポコンとしたこのネップとかもあるからちょっとカジュアルな感じはしますけども。次がポロクラブ 0.023、 同じぐらいですねこのあたりは今んとこ。で次が無印のオーガニックコットン、これもオーガニックか 0.01、 やけどそんな薄く感じひんな、 0.01 ですけど、そこまであんまり薄いような感じはないですかね。そして次ユニクロですね、ユニクロのスーピマコットン、こっちの方が薄く感じんねんけど、どうやろう 0.158、 やっぱりちょっと薄く感じますね。で 0.1 台になるとちょっとやっぱ透けるんやろうな。あ 0.01 か、すいません。で次がフルーツオブザルームが 0.02 か、やっぱ 0.02 までいくと透けへんな。キャプテンサンシャイン、これもうちょっと分厚そうやな 0.02255、 うん、いや同じような感じやね。ジルサンダーのやつが 0.1、 あ、これ意外と 0.1 なんや。そして次ホワイトビルのやつが 0.02、 普通よりちょい薄いぐらいか。そして BFT シャツが 0.021、 まあこれを皆さん持ってる方多いと思うので、これ基準で考えたら、あ、分厚いなとか分厚くないなとか分かると思うんですけど、これちょっと分厚いんちゃうかな。グッドエア 0.29、 やっぱり一番分厚いですねこれがね。そして最後グッドオンが 0.246 っていうことで、 0.01 シリーズはちょっと透けが怖くなってきますね。具体的に言うと、サンスペルとか無印とかユニクロとか、あとはジルサンダーですね。どれも多分パックティーなんか、あ、サンスペルはパックティーじゃないけど、あとは全部パックティーやね。いや、そんなことないか、ユニクロちゃうか。では最後はね、どれがねクタクタになるかクタクタならんか、やっぱせっかく買ったんやったら長く持ちたいじゃないですか。でまあそういうとこもね見ながらやっていきたいなと思いますし、あと洗濯もね、これちょっと気をつけてもらったらだいぶマシですよっていうところもありますので、そんな感じでいきたいなと思います。どうせやったらパンツ履き替えましょうか。同じジーパンでもちょっとスラックスっぽい感じでいきたいなと思います。では最後いきたいなと思います。このサンスペルからねいきましょう。でサンスペルからいくと、もう極端に言います、白買わんといてください。白は買うな、もうこれが歌い文句です。サンスペルの人見てたら怒られるかもしれないけど、白は買うなです。なんでなんかっていうと、もうとにかくこのベルトのラインとかもこれ見えてるし、清潔感もあるんやけども、清潔感ある以上にその透けてるから、あのキモい、清潔感はあるんやけどキモいっていう感じになりますので、ちょっとこれは色付きであればそれ全然透けないので、僕は色付き着ててめちゃくちゃ気に入ってるので、色付きのバージョンであれば全然あのいいんじゃないかなと思っております。たまに楽天とかで安く売ったりするんですよ。1万円が7000とか8000とかで売ったりするし、サンスペル公式でも人気のない色、僕オレンジ買ったんやけど、オレンジは半額かなんかで買ったんですよ。人気なかったみたいで、で僕のパーソナルカラーやったから自分はもう合うなと思って買ったんですけど、まあ、これはちょっとカラー違いを購入されるのがおすすめかなと思います。で次がこれはですね、あのすごい着心地もいいし、まあ、使い勝手いいんちゃうかなと思います。ただこれ思ってる以上に黄色いですよ。例えばレザージャケットの下とかに、これレザーの中に着るとかやったらこんな感じでね、パッて羽織ったらかっこよくないです。このちょっと気になってる感じとレザージャケットと、まあ、スラックスで合わせるみたいな感じもかっこいいかなと思うので、1枚とかやったら怖いのがリブ、怖いんですよね。このリブがちょっと柔らかいんですよ。だからこの着てる時に伸びひんかなみたいな。でリブってね、これ面白いもんで、ここリブあるじゃないですか。でさらにそっからこの中にね芯入ってるやつもあるんですよ。でそういうのは伸びにくい。でもこれってリブのモヨモヨっていうこの編地だけやから、伸びたら返ってこないんですね。そのためにこの横に芯入れてる時もたまにあるんですけど、これは別にそういうタイプではないので、伸びたらちょっと伸びっぱなしになるんちゃうかなっていうようなね、感じで思います。そして次がですね、これパックティー史上最強の T シャツね、ヘインズの白、これはもう最強なんですよ。2900円かなんかそんな程度の値段やのに、このクオリティってなるんやけど、逆に言うと白 T バーって並んでる、白 T 着てるメンズたちがバーって並んでる時に目立つかっていうと目立たない。良くも悪くも中の中なんですよ。60点をずっと叩き続けるっていう感じだけど、80点90点が出てこへんような T シャツなんですよね。だからかもなく不可もなくっていうとこ狙うんであれば、この T シャツはすごいいいんやなと思うんですけど、なんかここぞっていう時の決めに行く時あるじゃないですか。そういう時で言うと、え、別にオーバーサイズであるわけでもないし、ジャストで着れる感じでもないし、どっちなんやろうなっていうところがちょっと微妙な感じなんですよ。やけど日頃こう毎日使う時とかやったら、もう全然これはねありなんじゃないかなと思います。そして次がスクリームなんとか、まあ、これに関してはこのブランドが好きな人は買ってください。そうじゃない人はスルー、もう全然それで OK かなと思います。次いきますね。次がポロクラブ、いやプロクラブや、これはね、あの確かすっごい値段も安いんですよ。ですっごい値段も安いんですけども、これはねどっ
かったら体操服みたいになります。結構ね体操服みたいな作りしてるのでちょっと個人的にはスルーでもいいかなと。でしかも着心地もそんなに良くないっていうところ考えたら、まあ、1000円か2000円ぐらいで買えるはずなんですけど、まあ、それで安物買いの牛財前に牛ないやったっけ、それ忘れたけども、こう安いから買うんじゃなくていいから買うっていう方がねやっぱいいじゃないですかって考えた時に、まあ、これも全然スルーで OK じゃないかなと思います。そして次がですね無印ですね。これに関しては、まあ、体型が僕似合わへんだけで体型ナチュラルにすると絶対いいです。めちゃくちゃおすすめ。これも香取慎吾さんとか着たらもうめっちゃええやんってなるような感じなんですけど、これね2000円か3000円かちょっと忘れたけども、それでオーガニックコットンじゃないですか。とにかく無印とユニクロはコットンウールめっちゃ強いんですよ。もうとにかくそれは強いから、この値段でこれ出すってアパレルではありえへんやろっていうところを叩き出してくるのがユニクロと無印のコットンラインなんですよ。ここめっちゃ強い。で逆にワークマンとかのコットンはあんまり強くないので、もうこれやったら価格以上の価値があると思うので、似合う人はもう真っ先に買ってください。僕似合わへんから買いませんけど。で次ね行きたいなと思います。で次がユニクロですね。もうこれもね日本国民全員買ってほしいっていうぐらいもう完璧なんですよ。めちゃくちゃ仕上がってる感じになってて、ただまあ人によったら似合わへん色もあると思うし、白はちょっと要注意。やっぱサンスペルとちょっと似てて若干透けるんですよ。だから白はちょっと怖いかなっていうような感じ。やっぱり 0.01 になってくると、ゴムの話じゃないですよ、岡本さんの話してるわけじゃなくて T シャツの厚みの話ね。やっぱ 0.01 ってちょっと薄いんですよ。極薄なんで、そう考えたらちょっとこれ透けるんちゃうかなと思うと、まあ、カラーものに行った方がねいいんかなと。でカラーも似合うカラーがもしあれば全然いいと思いますし、よくね日焼けしたら派手なカラー似合うとかって昔僕思ってたんやけども、日焼けしても似合わない人は似合わないんですよ。で日焼けしても赤くなるって終わるだけの人もめちゃくちゃ多いので、まあ、そこは日焼けするせえへん関係なく、この今の段階で似合ってれば、あと秋口になった時こうインナーでも着れるじゃないですか。だけど日焼けしてる時はすっごいこれ似合うんやけど、日焼けなくなってきて秋口に着ようと思ったら全然似合わへんってなったら困るから、まあ、今の一番ノーマルな状態で見てもらうのがいいんかなと思います。そして次がですねキャプテンサンシャイン。これはね結構頑丈なんですよ生地が。だからこれに関しては洗濯とか普通に洗濯しても全然いけると思います。他のやつはちょっと洗濯間違えるとよれたりとかする可能性がある。やっぱ洗濯って一番傷むんですよね。で水につけるのが一番傷むし、しかもそこで遠心力かかるとさらに傷んでくるので、まあ、それ考えるとこれは全然丈夫なんで洗濯もそのままぶち込んでも全然いけると思うんですけど、他のは肩が崩れる可能性がちょっとあるかなっていうような、ね、感じがあります。まあ、キャプテンサンシャインはねほんまにファンが多いブランドなんですよ。すごい愛されてるブランドなんで今年も多分出てると思いますので、気になる方見てみてください。そして次がですねフルーツオブザルームね。これもあれですね、可もなく不可もなく、全然悪くもないし全然いいって感じもないっていうような T シャツなんで、まあ普通に毎日着たいとかっていうのであれば全然いいと思うんですけど、これはでもよれそうですね。一回洗濯するとこう形が曲がってきたりふねふねふねってなったりしそうな感じなんで、ちょっと要注意かなと思うんですけど、そういうちょっと T シャツで弱そうやなっていうやつに関してはおしゃれ着洗いにしてもらって、さらに洗濯ネットに入れてください。やっぱり例えばジーパンとか、まあジーパンはさすがに青くなるからやらへんと思いますけども、まあ白 T、 家族の白 T、 お父さんお母さん子供の白 T を一緒におしゃれ着洗いしようと思ったら、やっぱり一個が水濡れて全部濡れてくると遠心力で絡まってやったりするんですよ。でその時に首伸びたりとかこの辺バーン伸びたりするから、極力一つ一つずつ洗濯ネット、あんなもん100均で売ってるので100均で買ってそこにぶち込んで入れるだけで全然また変わってくるので、ちょっとねそういう対策していただけたらいいかなと思います。でそれで言うとこのジルサンダーもまさにそうですね。これは洗濯ネット入れた方がいいかなと思うんですけど、オーガニックコットンの良さは非常にあるんですけど、やっぱり洗濯で普通にぐるんぐるん回しちゃうと多分ぐるんぐるん伸びちゃうと思うので気をつけていただきたい。だってこれもシリーズ的には 0.01 シリーズなんですよ。なのでちょっとまあ岡本さんじゃないんですけども要注意ですよと。あんまりこう擦りすぎたりしたら途中で穴開いたりしますよっていうことなんで、皆さんその辺気をつけていただけたらなと思っております。でこっからは意外とタフかな。あ、またこれもちょっと弱いか。ホワイツビル、これもちょっと弱そうですね。洗濯すると特にやっぱパックティーやからよれそうな感じが出てますけども、まあ、これとかなんかね丸胴になっててここに縫い目がなくて非常にストレスフリーで着心地もいいんですけど、丸胴ってことは歪むとき全部歪みますから、前も後ろも関係なくグワーって歪んでくるのが丸胴のちょっとデメリットであるので、基本的にはそういうのを解消するために糸自体に工夫して総糸っていう糸をこう重ね合わせて向き変えてやるっていうのもあるんですけど、まあ、大体端子っていうと同じ方に回すので同じ方にこう歪んでくるっていうのがねどうしてもあるんですよ。でやっぱコストかかっちゃうので、そういう総糸とかに工夫したり、あと胴詰めて隙間ギュッてなくしてさらに強度増すってなってくると、どん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 コストが上がってくるので、多分ここまでそのパックティーにかけれないと思うので、そう考えたら極力こっちの洗い方をね、優しく優しくしてあげるっていうのが方法かなと思います。まあ奥さんに対してもそうでしょ。最初はある程度俺についてこいとか俺に味噌汁作れとか言いながら最初結婚したけども、気ぃついたら奥さんの顔色ばっかり伺ってね、大丈夫とか、俺やろうかとかね、手伝おうかなんて言ったら、いや手伝うちゃうやろって言って、そんなもん家族がいないから手伝うともクソもあるかいって言われて怒られながらね、あそっかごめんごめん手伝うなんて言ったら怒られますからね、皆さん気をつけてください。そして次がです
ですね、ヘインズの BFT シャツですね。これはね、もう汚れるとき、もう今日汚れるわって分かってるときなんかは、まあ、白 T 着ていくなっちゅう話なんやけども、今日カレー食いますねん、今日スパゲッティ食べますねんとか、今日子供と一緒に公園行きますねんっていう時なんかはもうこれで OK、 もう汚れたでもうええやっていう感じで、もう開き直っちゃえっていうぐらいの感じで、白 T で行くのもいいんかなと思います。まあ、これも同様にね、やっぱもうよれちゃうので、まあその辺は いくら7オンスあるとか8オンスあるとかって言うても、糸のその作り自体がもうよれやすいというか、生地自体がもうよれやすいので、どうしようもちょっとこの辺はないかなと思うんですけども、まあ割り切っちゃって着るっていうのもありかなと思います。でよれづらくなってくるってなっていたら、この辺出てますね、グッドウェア。まあこれなんかはね、非常に頑丈なんで、すっごい切れば切るほどこう風合いとかまた出てくるかなと思うんですけど、まあ、とにかくその風合いはその清潔感なくなってくるから、まあ、男子だけで集まる時とか、ちょっとミリタリー風な感じで行く時とかっていうのは、ここの下に軍パンとか履いていったらもうめちゃくちゃ相性いいかなと思うんですけど、奥様とランチ行かれる時なんかはちょっと外した方がいいかもしれないですね。で特にこうミリタリーのパンツ履いてね、子供とね、お、ちょっとお母ちゃん今日は家にちょっとゆっくりさせたいから一緒にあの飯行くぞって言って、こう飯パーって行くじゃないですか。まあ、飯行ってる時に限って、大体そういう時スシロー行くんですね。でスシロー行った時に限ってこの白 T 着ていくんですよ。ほんなスシローの時にちょうど僕が好きなんですけども、エビのチーズのやつあるでしょ、エビチーズ上に乗ってて炙ってるやつ、あれをパチャーンって醤油にかけちゃった時にパーンって飛んだらアウトということになりますので、皆さんね、エビチーズには気をつけていただきたいなと思います。あと好きなのは、スシローでは僕フライドポテトが、好きというところだけちょっと最後お伝えしておきたいなということで、最後グッドオンに行きたいなと思います。グッドオンはね、ちょっと気をつける点としたら、やっぱりそのサイズ感っていうところがちょっと一個気をつけるべきところかなと思ってるので、 L にしてはちょっとちっちゃいなっていうところと、あとは殻が結構あるので、まあ白でも全然これに関しては透けないので、透けないって考えたら全然白 T で着るっていうのもありなんですけど、せっかく色がいっぱいあるんやったら白 T 買ってみて、もうサイズバッチリ、これめっちゃええやん、ほな色を買おうか言って買いに行くっていう流れはね、一番いいんかなと思います。最初からいや色を買おうか、お結局白一番使うやないかって言って、結局2つ買うことになりますから、ブルー買ってから白とかになるから、まず白買って、あやめとこうかで終わりでもいいし、おじゃあ赤買おうかって買っていくっていうのもありなんで、僕の場合はもう白買って、あやめとこうか言ってやめてますので、そのあたりはまず白から、これは白から様子見てみてください。ユニクロとかサンスペルに関してはカラーものからね、ちょっと見ていただいた方がいいかなっていうところで、本日はですね、白 T の選手権というところでバーッと着させていただきました。なんか他にもね、こういうの見たい、ああいうの見たいっていうのがありましたら、ご要望ね、コメントいただけたら幸いです。ということで本日ですね、白 T 選手権ということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。